デカ長は。まだ意識が戻らない。ジョナさん、 AP やエンプスが徳川ビルに集結してるらしいわ。そうだ、俺を待ってる。味方は一人もいないわ。ここではゲイツや徳川に逆らえない。 BCP の仲間に呼びかけたんだけど。仕方ない。みんな知らんふりしてるわ、相手が悪いって。ジョナさん、ビヨンドを出るしかないわ。無理だ、カレンやエドは動かせん。ダメよ、黙って殺されるつもり？誰も助けてくれないわ。これまで俺は人生を逃げてきた。ロレインのことも。何言ってるの。やり残したことがある。ロレインとの約束。ジョナサン、勝ち目はないわ。奴らを許せん。同じポリスノーツとして。バカよ、ポリスノーツなんてもう過去の遺物じゃない。ポリスノーツは俺の人生にとっては誇りなんだ。それにカレンを救うにはゲイツの骨髄が必要なんだ。それが罠よ。ジョナサン、落ち着いて。もう俺は冷静になれない。俺は戦う。そう、分かったわ。私も手伝うわ、ジョナサン。病院での留守番は苦手なの。メリル、預かってほしいものがある。いやよ、形見なんて。タバコだ。タバコ？これまでの自分を君に預けておく。わかったわ。ありがとう。ジョナサン、落ち着け。行くぞ。よく来たな、ポリスノーツ。歓迎する。死ね。
手厚い歓迎だな。この先が大変だ。エレベーターに乗ったぞ。いいぞ、急げ。俺は奴らのところへ。どうした？死ね、ポリスノーツ。レッドウッドか？くらえ！クソ、じらすつもりか。よし、あとは歩いていくしかない。ここ駐車場か。奴らが潜んでいるに違いない。注意しよう。おい、ジョナサン、どうだ？怖いだろ。レッドウッドだな。ああ、ゲイツはどこだ？本部長は40階のガーデンでお前を待ってる。だがお前はそこまでたどり着けまい。お前はこのエンプスの性能を分かっちゃいない。なら教えてもらおうか。なかなか物分かりがいい。楽しもうぜ、ジョナサン。こんなゲームは滅多にない。なんだと？わかったか、ジョナサン。生きるか死ぬかではない。何分で死ぬかだ。頼むから簡単には死ぬまい。行くぞ、ポイスノーツ。
破棄したか。よし、おびき寄せるつもりだな。螺旋階段、やつは上か。上のフロアに逃げたな。よし、30階へ上がるぞ。やつめ、どこへ隠れた。ジョナサン、聞こえるか？エドの具合はどうだ？あいつ俺を撃てなかったぜ。バカなやつだ。俺にとっちゃリドリーのことなんかどうでもいいのにな。やはり仇を取るつもりじゃなかったんだな。仇？笑わせるな。俺は自分のためにしか行動しない。誰が死のうと関係ない。あれは芝居だ。エドをいたぶるためのな。なんだと？俺に復讐心があるとすれば、むしろ貴様に対してだ。ジョナサン、俺をここまでハイにしてくれたのは貴様が最初で最後だ。
デッドウッド、どこだ？姿を見せろ。ここにいる。腎臓は俺がもらった。なかなか健康な腎臓だよ。もともとあいつに撃たれてダメになったんだ。俺がいただいても文句はなかろう。レッドウッド、貴様。うっ、どうだ、俺を倒せる自信がなくなってきただろう。クローズナーは無事に。ジョナサン、俺を黙らせたらどうだ。できないのか。よし、鬼ごっこは終わりにしよう。また螺旋階段か。やつめ、弱ってきたな。レッドウッド、それまでだな。俺は誰にも負けん。誰も俺を殺すことはできん。お前だけは俺がやる。俺の生死は俺が決める。北条も、北条のワイフも、デイブも、ビクトルも、みんな俺がやった。悔しいか。俺が憎いだろう、殺したいだろう。レッドウッド、お前の殺したクリスは俺の母親だって言いたいのか。知ってる。誰も俺を殺すことはできないのさ、ジョナサン・イングラム。残るはゲイツ、徳川。さあ、奴らのいるガーデンへ急ごう。よく来たな、ジョナサン・イングラム。どこだ？ここだ。ここにいる。
ゲイツ。徳川はここにはいない。お前の相手は私で十分だ。軍用鉛筆か。年を取ると厚着したくなるらしい。何？まだ分からぬと見える。ジョナサン、お前のような古い人間の時代は終わったのだ。さあ撃ってみろ。ほら。私が憎いのだろう。撃ってみろ。さあ撃って、私を殺してみろ。急所は外した。30代の若い臓器は高く売れる。傷つけては徳川に申し訳ない。ゲイツさん、ジョナサン、貴様らは宇宙開発のほんの表面しか見ていない。人類が大気圏外で生活するということは並大抵のことではないのだ。宇宙は我々にはあまりにも否定的すぎる。神は我々に宇宙へ出ていくだけの肉体を与えてはくれなかった。我々は48億年の時をかけて進化してきた。だが我々の科学は人類の進化スピードを追い越してしまった。我々は宇宙へ出るにはまだ早すぎる種だったのにな。それと麻薬臓器密売とどういう関係がある？宇宙時代の黎明期、人類は宇宙環境という大きな壁にぶち当たった。20世紀の終わりからすでに理論上の宇宙コロニー建造は可能だった。しかし問題は我々人間の側にあったのだ。過酷な宇宙環境、それによる人類の精神や肉体臓器遺伝子へのさまざまな悪影響、21世紀の半ばに入ってなお大規模な一般コロニーがこのビヨンドのみにとどまっていることで想像ができよう。結局我々はホームを離れては生きていけぬ。あらゆる生命活動は地球の重力に支配されているのだ。ビヨンドでは太陽風や宇宙船による放射線被曝の影響で肉体に何らかの疾患を持って生まれてくる子供たちの数が年々急増している。これまでの宇宙開発は放射線に関してあまりにも無防備すぎた。そして肉体だけではなく人の心にも宇宙は冷酷だ。無重量によるカルシウムや窒素の喪失、放射線問題はいずれ技術的に解決できるかもしれん。しかし精神への影響は今のところ何の手立てもない。今やポリスノーツの時代ではない。誰もが宇宙へ行ける。
潜在的な精神障害の発生、長期間閉鎖拘束されることから来る妄想、幻想、そして逃れることのできない孤独、十分に訓練された者たちでも耐え難い苦痛だ。宇宙は第二の故郷とはなり得ない。宇宙は実利的利用や科学的研究のための場でしかない。我々全員がこの環境に適応を進出することは過去の絵空事だ。これが今世紀の初めに科学者たちが出した結論だった。その大きな壁をぶち破ったとでも言うのか。貴様のような保守的な人間が宇宙開発を語る資格はない。人類には麻薬と臓器のスペアが必要なのだ。私は徳川と組み、奴の財力とコネクションを使い、この宇宙開発の矛盾を克服した。ここまで来るのに30年もかかった。30年だぞ。これからますます人類は宇宙へと出ていく。そうなればさらに過酷な環境と問題に直面するだろう。今に我々の取った決断と行動が賛美される時代が来るだろう。徳川も私も神がし忘れたことを代行しているだけ。ゲイツ、お前は神なんかじゃない。徳川に飼われている哀れな犬だ。犬だと？飼い主も飼えるところもない野良犬が何を言う。いいか、このシステムは昨日や今日の思いつきではない。30年前、ポリスノーツとしてこのビヨンドに派遣された時から慎重に築き上げてきたものだ。全てはうまくいっていたのだ。それはあの臆病者が北条が規律を乱した。北条が何をした？やつは DDS の仕事から手を引こうとした。年寄りのわがままだ。それで徳川は北条に臓器密売の話を教えてやった。娘を正規の骨髄バンクでは救えんが、徳川のルートなら可能性があると。だが北条は怖くなった。我々に逆らうとはもってのほかだ。しかしあの北条の妻がジョナサン、貴様の前妻だったとはな。許さん、ゲイスベッカー。許さん？許しを請うのは貴様の方だ。臓器だけでも取ったの、跡形もなく始末してやろう。私の貴重な演説を貴様一人に聞かせるのはもったいなかったがな。まあいいだ。ジョナサン、覚悟しろ。覚悟するのはお前の方だ、ゲイツ。気でも狂ったか。そこのテレビを見てみろ。希望通りお前の演説を全世界の人たちが聞いている。ゲイツ、お前も身の破滅だな。メリル、うまく撮れてるか。
ジョナサン、ざまあないけどよく映ってるわ。なんだと、どういうことだ、なんだと、どういうことだ、なんだと、どういうことだ、なんだと、どういうことだ。これはおのい貴様ら、いか召喚死ね、ジョナサン。黙れ、警官死体。ゲイツの腐った骨髄などいらんさ。いや、そうじゃないんだ、ジョナサン。そこで止まれ。私を舐めるなと言っただろう。徳川。放送局は我々が抑えた。これが最後だ。諦めろ、ジョナサン。やれ。動かないで。みんな来てくれたわ。あんたら見直したよ。あんたらは本物のポリスノーツだ。バカな、何のつもりだ。あんたももう終わりよ。このビルの周りは警官隊とマスコミが取り囲んでいるわ。デカ長。いいですか、ジョナサン。あなたの骨髄でカレンさんは助かります。頑張ってください。Attention oxygen therapy users. If you've been chained to an oxygen tank, then you know they're a burden. Tanks keep you from living the life you love. I was on oxygen tanks, and I couldn't go anywhere and do much of anything. I didn't dare go far. It's time to reclaim your independence with an Inogen 1 oxygen concentrator. Inogen makes its own oxygen from the air around you, so you'll never worry about running out of oxygen again. I wasn't going to run out of oxygen ever, and it was like freedom. I got my life back.I really love my Inogen. The Inogen 1 G4 is lightweight and compact. Plus, it's battery operated, so you can have oxygen anytime, anywhere. Oh, do I think Inogen is worth the money? You better believe it's worth every single penny of it. Call now for your free information kit. There's no obligation. Inogen. Oxygen anytime, anywhere. Call 1-800-558-8608. That's 1-800-558-8608. Call now for your free information kit.Insurance. Sooner or later, your luck will run out. Someone will ask for proof of insurance, and if you don't have it, it'll cost you a hefty fine, your license, your car, even jail time. Why chance it? As little as $20 down gets you covered with good-to-go auto insurance. It's fast, easy, and cheap because you buy just what you need to be legal. Visit goodtogo.com for a free rate quote now. That's goodtogo.com.Escape to BritBox, the biggest streaming collection of British TV ever, and now the exclusive home of brand new Father Brown. How peculiar, the sleuthing priest. Heavenly murder mystery. Start watching with a free trial at BritBox.com. Do your asthma symptoms ever hold you back? About 50% of people with severe asthma have too many cells called eosinophils in their lungs.Eosinophils are a key cause of severe asthma. Fasenra is designed to target and remove these cells. Fasenra is an add-on injection for people 12 and up with asthma driven by eosinophils. Fasenra is not a rescue medicine or for other eosinophilic conditions. Fasenra is proven to help prevent severe asthma attacks, improve breathing, and can lower oral steroid use. Fasenra may cause allergic reactions.Get help right away if you have swelling of your face, mouth, and tongue, or trouble breathing.
Don't stop your asthma treatments unless your doctor tells you to. Tell your doctor if you have a parasitic infection or your asthma worsens. Headache and sore throat may occur. Haven't you missed enough? Ask an asthma specialist about Fasenra. If you can't afford your medication, AstraZeneca may be able to help. 昨夜、徳川グループ3代目、現徳川グループ総裁のジョゼフ・サダオキ徳川が、ナーク麻薬及び臓器密売、殺人教唆の容疑で検察庁に送検されました。なお、爆発のあった徳川ビルブロックは現在ご覧のように折れ曲がっていますが、調査当局によりますと崩壊の心配はないとのことです。ビヨンドへの影響もありません。付近住民への避難勧告も解除されました。まるでこの支柱は今回の徳川グループを象徴するようです。この事件によりこれからの宇宙開発に大きな問題提起がなされたことになります。 CM に引き続き BBC ではこの事件の報道特番をお送りいたします。これから忙しくなるな、エド。定年はお預けだが、無理はするなよ。ああ、気のいいところを見計らってやめればいいさ。ジョナさん、ん？いや、いいんだ。これカレンから預かったものだ。機内で開けてくれ。そうか。エド、俺もお前に渡すものがあるんだ。なんだ？これさ、見てみろよ。これはマークが。ああ、俺の顔、俺の。エド、もう大丈夫だよ。マークはお前を理解してる。ジョナさん、ありがとう、ありがとう。エド、エド、話してくれないか。じゃあな、エド。元気でな。ジョナさん、ここもいいところだ。こっちに残らんか。いや、ここに俺の居場所はない。行くよ、エド。そうか。ジョナさん、ジョナさん、俺たちはいいパートナーだったよな。ああ、最高の友達さ。ジョナサン、友達に忠告しとく。タバコはやめるんだぞ。考えとくよ。しばらく休養していた私、カレン北条も今日から元気に仕事に復帰いたしました。これからも変わらず頑張っていきたいと思います。応援してください。コリンズ博士から全てを聞きました。私、なんて言ったらいいか。ありがとう。私はいつもパパのそばにいます。あなたの娘、カレン。追伸、忘れ物よ、探偵さん。ママに叱られるわよ。Mm-hmm.
ヨンドと地球は一続きだ。たとえどんなに離れていても地球との関係は不変なんだ。子は親を踏み越えて成長していくが、離れるわけじゃないんだ。俺たちはいつも近くにいる。いつも見守っている。This is BTV, your home for memorable entertainment television. BTV.